こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは三宝食品八尾港限定香り極まるカツオだしラーメンになります。はい、三宝さんと八尾港さんっていうのはこう昔からちょっとね仲良しでね、これまでカツオだし系で攻めてきたことないんですね。一応豚骨みたいなんで三宝さんの得意分野ではあるかなと思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、今回もいただきます。三宝さん、八尾港さんの仲良しコンビのお手軽商品、三宝食品八尾港限定香り極まるカツオだしラーメンでございます。はい、それではまずは一口。お魚の匂い、カツオなんでしょうかね。はい、毎度おなじみ、いつもの三宝さんの麺かと思いきや腰強いっすね。普段よりいつもだったらモコッとプリッととかって言うんですけど、ボコッとプリッとっていう感じです。はい。お魚、純粋なカツオだけじゃなさそうですね。なんか他のお魚がいそうです。はい。ということで、この商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント。はい。まずは、鹿児島県枕崎市のカツオ粉末を 100% 使用だそうでございます。はい。素晴らしい。うん。次。カツオ本来の旨味を感じられるこだわりの一杯。あら、そうなんですか。じゃあ僕が知ってたカツオは本来の美味しさじゃないのかもしれませんね。ちょっと確認します。はい、ということでおしゃべりしながらいただきます。うまい、うん、この麺がね、本当にボッとビッとって感じですよ。いつもの三宝さんよりは噛み応えがある。普通に食べちゃった。ちょっとしっかり噛んでいいですか。普通に食べちゃった。美味しいから。じゃあしっかり噛んでみます。うん、うまい。麺がちゃんとスープを運んでくる感じ。噛み応えがあるぜとか言ってスープを噛んで楽しんでる間にスープの味もどんどん楽しめる感じ。あれどこ？油揚げ麺、小麦粉国内製造、植物油脂、ラード、食塩、植物性タンパク。ああ、この通りかもしれません。うん。余計な味は感じないんですけど、塩味の綺麗ちょっとあるんです。で、僕これスープかなと思ってたんですけど、もしかしたら麺かもしれないですね。で、ラードでしっかり揚げてやって、歯が入るときにプツッて、プツッていう感じがあります。はい。素晴らしい。うん。美味しい、これ。じゃあ、スープをちょっとじっくり飲んで。やっぱり、カツオ以外になんかいません？カツオだけじゃないんじゃないかな。火薬入りスープ、豚脂、ポークエキス、醤油、かつお節粉末、でんぷん、魚介エキス、大豆タンパク加工品、食塩、チキンエキス、糖類、タンパク加水分解物、ネギ、香辛料、植物油脂。かつお節粉末の他に魚介エキスがありましたね。あと豚脂がありました。このあたりは魚介だったらやっぱり合わせるのは豚骨だねということで豚脂とポークエキスがあるんでしょうけど、お魚はちょっとかつお節だけじゃない気がします。じゃあそれが邪魔してんのか。鰹節を純粋に楽しみたい方だったらちょっと邪魔かもしれません。
が、魚介っていう括りを美味しく楽しめる方だったら全然問題ない。うん、確かにスープを飲んでる時より麺を噛んでる時の方が塩味のキレズバッとくるんで、キレって先味の方ですね。もしかしたら結構この麺しょっぱいかもしれないです。あ、そんなことね、スープもしょっぱいわそんなことねえわ、うん、塩味結構ありますね、全体的に。はい、それではこの商品の概要についてはいつもの通り動画の説明欄で、気になるところをトークで補足します。製造なんですけれども、三宝食品さん、ヤオコーさんの販路限定っていうと、いろんな企業さんが今入ってきてますけれども、昔から三宝さんと仲良くしてるみたいで、いくつか商品が出てますね。はい、ブランドはヤオコーさん、はい、こちらは関東圏のスーパーマーケットチェーンです。カップ麺ですと、三宝さんの他に、ヤマダイさん、ニューダッチブランド。それから最近はエースコックさんなんかもね、お出しになってるみたいです。種類はラーメン。発売日は2024年4月8日。これは確か三宝さんの公式ツイッターで発表されてたんじゃないかな。価格はごめんなさい、わかりません。で、これなんでわかんないかっていうと、店頭価格っていうのももちろんあるんですけれども、これ必ずしもお店によって一緒かどうかっていうのもちょっとわからないんで、いつもネットで調べて、その価格をここでお値段として提示してるんですけれども、この商品なぜかね、ヤオコーさんのネットスーパーで売ってないんですこれ理由はわかんないんですけど、この商品欲しかったら店頭に行って現品を買うしか方法がないみたいです。はい、ちょっと面白いですね、よくわかんないです。麺種別は油揚げ麺、内容量は 89g、 麺 60g、 まあまあですね。エネルギーは 425kcal、 三大栄養素、それから食塩相当量確認してみますと、比率で計算すると脂質がちょっと多めですね、 20.6g。 この内容量だったら 18g から 19g、 いっても 19g ぐらいが上限かなと思いますけれども、それよりちょっとオーバーしてます。で、麺とスープと両方とも塩味の先味が強いんで、食塩相当量結構あるかなと思ったらそうでもなかったですね。カップ麺って言われれば大体このぐらいよねっていう食塩相当量でした。はい、ということで、この商品の概要でございました。これ、火薬入りスープっていう風に原材料表示がなってたんで、ちょっと火薬、どれが火薬なんだかはっきりわかんないですけど、これ何でしょう？お肉？もしかして。お肉っぽいけど、まあまあちゃんと味も出てきますね。なんだろう。あ、大豆タンパク加工品。ああ、なかなかいいんじゃないですかね。これだけにお肉に偽装できれば、なかなか優秀だと思います。あとは細かいですかね、みんなね、ネギとかそんな感じですね。なかなか麺の歯ごたえに耐久力があります。もうだいぶ終盤なんですけど、今くらいでもまだまだ普通に麺が食べれる状態で、先ほどお話しした通りで、麺に塩味があって、スープにも塩味がある。それからカツオ一辺倒の味かというと、そうではないですね。カツオに何かの魚介の味が混ざってるっていうイメージで、おそらく、200円しなかったと思うんですけど、バイカは。リーズナブルなお値段で、コスパ的に満足できる方であれば、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。美味しくいただきました。普段食べるのに、全く遜色ないと思います。いわゆる豚骨と、魚介の風味、魚粉の風味っていう、お手軽な一杯ということで、普段使いできるんじゃないでしょうか。ということで、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、リスペクトタイムです。今回は三宝食品ヤオコー限定、香り極まるカツオだしラーメン、いただきました。美味しくいただきました。はい、これ商品名にカツオって入ってんじゃんっていうことで、カツオが欲しいんだよっていう風に入っちゃうとちょっとハードル上がっちゃうんですけど、そういう方はちょっと納得できない一面があるかもしれない。そこをちょっと一ランク下げて、カツオとその仲間たちっていうので、美味しく豚骨と一緒に食べましょうで、ランクをちょっと落とせるんだったら、非常に美味しくいただけるんじゃないでしょうか。さすが三宝さんっていう感じでね、豚骨美味しかったです、やっぱり。僕自身は非常に満足できました。ということで、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。
カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。